草柳五道は、コップ、琉球朝日放送の報道記者、アナウンサー。元、KBC 九州朝日放送アナウンサー、報道部ニュースキャスター。福岡県立周遊館高等学校を経て、中央大学卒業。大学時代には、赤熱と虫会の視聴者参加番組、クイズ。早く言ってよに出場したことがある。大学卒業後、1992年に、 アナウンサーとして KBC に入社。同期に西村香織と影平明がいる。アナウンサー時代は報道番組や大相撲ダイジェストの九州場所担当司会等を務めた。2003年にアナウンス部より報道部へ移動し、夕方のローカルニュース、KBC ニュースピア630、スーパー J チャンネル九州、沖縄のメインキャスターのほか、同局から放送される。 報道特別番組もほぼ草柳がメインを張っていた。KBC が2006年12月1日に地上デジタル放送を最後発組として開始したことで、ニュースピアはこれに伴ってリニューアルされることとなり、キャスターが近藤哲太郎に交代することとなった。その前日、最後の出番となった日の締めに、KBC を退職し、ロースクールへ進学することを明らかにした。 2010年10月に KBC と同じテレビ朝日系列のコップに中途入社し記者として報道の現場に復帰した琉球朝日放送報道部熱血報道マンが行く。はじめまして。ありがとうございます。